はい、次マサウオのウエイトレス。ウエイトなしね、重りなし、当然ゆっくり沈みます。で、狙いは浅いところをゆっくり巻く。はい、で、まずこのマサウオに限らず、ちょっとセッティング方法をあえてここで説明したいと思います。これね、袋からというかパッケージングから出すと、このようなカバーがフックについてます。これね、ついてます。3本ね、ついてます。で、それの、シンメトリーが取れる位置、針のね、シンメトリーが取れるセンターだけ残して、あと開けます。これね、はい、開けます。これだけ残しとくのね、これね。で、残したこの、パイプをですね、若干針先が出る位置、これね、わかるかな、若干針先が出る位置にずらす。こうやって、で、まず、マサウオはですね、この水ベルがこの中に見えなくなるように、藍を作ってあります。で、この辺りまだね、ワームがちょっと巻いてる時があるんで、そのワームを切っちゃう。ここね、そういう特殊な藍になってます。斜めの、長い斜めの藍になってるんで、これ引っ張ると中へ隠れる。これね、これでしょ、隠れます。隠れた状態で、引っ張った状態で、まずこの針を、針の位置を決めます。こうやってね、で、そこに刺す。すると、普通の針の刺し方だと、マサウオがね、伸びたりするときに穴がだんだん大きくなります。それがならない。で、この状態でセットして OK。 これはノーマルも一緒。はい、コツというか注意しなければならないところは、マサウオがこう曲がりすぎないようにね、突っ張りすぎないように、まっすぐ刺します。はい、こんな感じね。そうだな、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 これぐらいで水深 1m 取れる。で、これは、ギア比がですね、 6.3:1 のタツーラです。だから結構早めに巻いてるようなんですけども、7.3:1 がね、今普及されてますけど、そのリールだったらもうちょっとゆっくりだと思います。大事なのはテールの抵抗を感じながら巻く、それが大事、これが基本ね。最近ね、でも、まあ、魚が釣れてたり、まあナーバスになってたりするので、いくらね泳がしても釣れないことが多い、そういう部分があるので、投げて、マサウオのオリジナルよりもゆっくり沈むじゃないですか。ということはラインが張らないように、そのままボトムまで沈める方法もあります。大体マサウオが30から35グラムあるので、このモデルがそこからマイナス2グラムぐらい、ただの2グラムなんだけど、比重が変わるので結構浅いところを引けますね。今から春先にかけて、面白いアイテムじゃないかなと思います。で、割と、まあ、反射食いといいますか、水中ではっきり見える、今回はブラックチャートとブラックピンクを採用しました。まあ、いずれね、市販するときは、もうちょっといろいろ考えてから、リリースしたいなと思います。今はですね、キープキャストというお祭りのお試し、はい、村上と一緒に試しませんか的な、アイテムを紹介します。ルアーってね、答えが出た時にはもう遅かったりもするんで、で、マサウオ独特のね、キックアクションというか、水をしっかり引っかいて、ボディ全体を動かすアクションになってる。これはもうマサウオオリジナル譲りになってます。はい、どうでしょう、いいっしょ。